岐阜メモリアルセンター、岐阜メモリアルセンター、長良川競技場岐阜メモリアルセンター、長良川競技場は、岐阜県岐阜市の岐阜メモリアルセンター内にある、陸上競技場、休技場としても使用される。施設は、岐阜県が所有し、公益財団法人岐阜県体育協会が、指定管理者として、運営管理を行っている。日本陸上競技連盟第一種。 公認陸上競技場で、グラウンド面積は2867平方メートル。トラックアウトフィールドは、全天候型ウレタン樹脂舗装、インフィールドは、天然芝。グラウンド面積13925平方メートルで、ナイター設備完備の補助競技場を有する。照明設備は、メインスタンド屋根と、 バックスタンド側に照明灯に息を備える。大型映像装置は北側サイドスタンド上部にオーロラビジョンを有する。収容辞任は26,109人で、サイドスタンド上部のみ、芝布石のため J リーグ開催時の収容可能辞任は16,300人となっている。2015年度までは約3万1000人だったものの、バックスタンド上部が 芝布石であったため J リーグ開催時の収容可能人員は13,896人とされており2014年9月に審査結果が公表された2015年クラブライセンスについて座席の実践収容人員が J1 加入に必要な15,000人を満たしておらずトイレ等の不備もあったことから FC ギフに対しては J2 ライセンスのみの取得となったこれを受け 岐阜県知事の古田はじめは2014年10月1日に行われた岐阜県議会一般質問において競技場の改修を表明。2015年9月からバックスタンドを一時閉鎖の上座席を全面椅子席とした上でトイレの改修も実施し2016年2月に完了し2016年は J1 ライセンスが交付された岐阜メモリアルセンター 長良川競技場のパノラマ。画像の向かって、左側が南サイドスタンド、右側がバックスタンド、中央区がメインスタンド、右奥が北サイドスタンドである。ありがとうございます。